考えたが、内需が増加する可能性がある、のなら。一時的に外国製品に高い関税、それを設定し、内需を増進させるべきではある。EU も高額な借金その踏み倒しを、避けたいなら、ギリシャに、儲かる方法、を伝えるべきだし、返済の猶予も大事な話。なぜ、そういう話にならないか？今の経済学で、内需が増える見込みはないから。奪い合い、潰し合いでしかなく、ギリシャは EU の中で最も弱かった。単にそれだけ。強奪連鎖。強いところが弱いところから搾取するそれを肯定すると、最終的に最弱は消えてしまう悪夢は今の、自由市場経済では、普通、の話。そうならないように、とは言っても、どこかが必ず貧乏くじを、引くのだ。ただ、それ、じゃないと悪夢は最終的に殺せない。一夫多妻も、反体制派も、敵は殺さねばならないのだ。